世界遺産登録地点、レッドベイ国定史跡は、カナダのニューファンドランドラブラドール州、レッドベイにある1979年指定のカナダ国定史跡であり、その陸上及び海底の遺跡には、16世紀におけるバスク人の捕鯨基地の様子がよく保存されている。2013年に、レッドベイのバスク人捕鯨基地の名称で、ユネスコの世界遺産リストに登録された。 水中文化遺産を対象に含む初の世界遺産である。1592年の地図に見られるバスク人のホゲーレッドベイはニューファンドランド島とラブラドール地方を分かつベルアイル海峡北部に位置しセントジョンズからは直線距離で 530km である。ブランサブロンからは 80km の位置で自動車で行く場合には515線を使う。 レッドベイは直接大西洋に開けているのではなくサブロン島に隔てられているため自然の良好となっている。レッドベイの名は17世紀のフランス人漁師たちが湾をベルージュと呼んだことに由来するがバスク人たちはその港をブトゥスと呼んでいた。ラブラドール地方沿岸部には約9000年前から人が住んでいた。マリタイムアカイックのアメリカ先住民やパレオスキモは 一体で、アザラシ、セイ打ち、大西洋ケなどを対象とする、狩猟、漁労生活を営み、環境に適応する技術を発展させていった。1550年から1625年までの間、レッドウェイは、バスク人たちの主要な捕鯨基地の一つとなった。ケベック州のグロイコールメカティナとラブラドール地方の、セントチャールズ岬の間で少なくとも16もの。 捕鯨基地の遺跡が発見されていることは、バスク人たちの活動がその地域で重要なものであったことを物語る。その絶頂期には、スペイン、フランスから2000人のバスク人漁師たちが、レッドベイの捕鯨基地に集まった。レッドベイの港には、大西洋柄の干物を作るための施設や、ゲイユトール必用のヘッツイを備えた、捕鯨基地が20ほど存在していた。レッドベイの港は、 バスク人の後も何世紀にもわたり、フランス人、イギリス人、ジャージー島民らが順に占有し、大西洋ダラ漁、アザラシ漁、ホゲーなどをし、ヨーロッパ方面に輸出するのに利用した。19世紀になると、ニューファンドランド島、イギリス、チャンネル諸島の漁民たちが定住するようになった。国定史跡の博物館に展示されている、引き上げられた。 バスク人の捕鯨船レッドベイの遺跡は1970年代に同定され、1979年5月21日にカナダ史跡記念物委員会によって国定史跡の指定を受けた。水中文化財の引き上げ作業が1978年から始まり、1984年まで続いた。それによって、バスク人のガレオン船3隻と、それよりも小型の集停4隻、 さらに16世紀の捕鯨船一隻が引き揚げられた。海底には4隻のナンパ船の船体が残っており、うち一隻はサンフアン号のものである。また、海底に堆積するクジラの骨もかつての捕鯨に関する遺物である。サドル島には捕鯨船員たちの墓地があり、60機の墓がある。また、15の精錬所、複数の村製造所なども残る。 1991年にニューファンドランドラブラドール州とカナダの当局はレッドベイ国定史跡を発展させることを目的とした協定文書に署名した。この国定史跡には観光客向けのオリエンテーションセンターや管理センターなどが設置され、2000年にはサドル島をその小道ともども公式に開放する式典が挙行された。 2010年から2011年の観光客数は8417人であった。レッドベイ国定史跡は2004年1月1日に世界遺産の暫定リストに記載された。当初の記載名は単なるレッドベイだった。2012年1月16日に正式推薦され、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は登録を勧告した。これを受けて、 2013年の第37回世界遺産委員会で世界遺産リストに正式登録された。カナダでは17件目の世界遺産である。世界遺産としての正式登録名は、レッドベイ・バスク・ホーリング・ステーション、ステーション・ベラ・イニア、バスク・リレッドベイである。その日本語訳は資料によってわずかな揺れが見られるものの、以下のようにほぼ同じである。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。